模写はするな。どうもじゃ、篠原です。今回はですね、写経模写は意味がないということで、何かっていうと、学校の英語の授業、古文の授業で、教科書は あるよねと。こういう教科書にまあ英文がいろいろあって、これをノートに写してこいと。ノートに写して、自分のノートに写して、で、このこっち側に和訳を書けみたいな、あるいは古文とかでも古文の教科書があって、その古文をここに写して、ここに書けと。いうことを言う学校が未だにあると、もう昭和かと、いやもう明治かと思うぐらいなんですけど、あのね、これ意味がないんで 100% やめた方がいいよという話と、じゃあどうやってやめるのかという話をしたいと思います。まずなぜ意味がないのかということなんですけど、書いたところで何一つ新しい知識が増えないからです。まあ大体その英語とか、まあ、古文とかをその模写しろっていう風に言われると思うんだけど、だから何なんだなんですよ。だから何だと、手が疲れるだけ、そのノートが消費されてノートの会社と文房具の会社が儲かって嬉しいだけじゃないかと。これをやったところで何か暗記理解につながるか、いや何もつながらないぞというところで意味がないんです。何にもこの模写をしたところで1時間2時間かけてやったところで新しい知識が一切増えないから意味がない。やめた方がいいんですね。で、やるんだったら音読してほしいんです。この英文とか古文とかを音読する。そうすると何がいいかっていうと、自分の脳みその中にちっちゃい英語ネイティブ、ちっちゃい古文ネイティブ、まああの1000年前の貴族の脳みそができてくるんですよ。で、そうすると早く読めたり、単語が、まあ、あの覚えやすくなったりとか、なんとなく単語というか、まあ、文法的なニュアンスが分からなくても多分こうじゃねって言って当たったりとかするんですよね。なので写すぐらいだったら音読30回した方が 100% マシなんですね。なんだけど、未だにですね、模写しろと、写せということ、写経しろみたいなことを言う人がいて、まあね、もうちょっとどやねんと思うんですけど、じゃあどうすればいいのかです。まず一つが、これができるんだったら一番楽です。コピーしましょう。まあ確かにね、学校の教科書を見ながらノートを見ながらとかで授業を聞くのはまあめんどくさいといえばめんどくさいので、もうコピーしてしまうんですね。この教科書をコピーして、そのままここにペタッと貼ると。で、ここに和訳とかして、で、まあ知らない単語とかあったらね、ここにこう知らない単語とか書いて、意味書いて、知らない単語書いて、意味書いて、みたいなことをやっていくと。で、定期テスト前にはここをね、音読して、この正の字つけまくって、で、ここの暗記していて覚えてなかったらチェックとかしてとかってやれば、まあ定期テストにも強いし、まあノートとしても綺麗ですよね。で、まあ、あの、いい感じのノートができるんじゃないかなと思うんですが、こういう昭和なことを言ってくる学校はですね、提出しろって言ってくるんですよ。で、提出しろって言ってこないんだったらもうコピー、これが一番早いです。もうコンビニでもいいし、家でプリンターがあるんだったらコピーして貼りましょうと。で、それができたらいいんですけど、無理だったらこれはね、親にお願いしましょう。親とか、まあ弟でもとか兄弟でもいいです。親とか弟とか兄ちゃんとか、まあちょっとね、弟とかもあるかもしれないですけど、にお願いして、ここ書いてもらいましょう。なんか提出しろって言ってきて、コピー貼っただけだと怒られると、いう場合は、もう親とか兄弟に言って、まあ、書いてくれと、お願いしてくださいというところですね。あの、意外と弟とかだと、あの、ちょっと小遣いあげて、100円やるから書いてくれとかね。とかってやると書いてくれるかもしれませんみたいな感じで、親とか兄弟にこのどんどん書いてもらうということですね。自分がやらないというところです。で、まあ親とか兄弟、特に弟とかだと英語知らないと、中学生だぞと、まあ間違えるわけですよね。で、あるいは、まあ、自分でどうしてもやらない時もそれでいいんですけど、弟とかが間違えたこと書いたりとか、自分でやむを得ず書かないといけない場合は、書いた上で教科書を貼ると。で、これ何かっていうと、で、自分でやるときっていうのは、あの、時々行を抜かすんですよね。あ、例えば偶数行目だけ書くとかね、あ、まあ、あるいは知らない単語があった行だけ書くとかみたいな感じでしていくと、つまりあの、もう分かりきってる行とか書かないわけなんですよ。で、書かない上で教科書貼る、あるいは弟が書いててスペルミスとかしまくってる字もクソ汚いみたいなやつでも、その状態で教科書を貼ると、コピーして貼るっていうことです。で、言ったら学校の先生としては、お前らと、言ったら俺たちが写経しろと、模写しろって言ってる以上、言うこと聞きやがれと思ってるんです。っていうことで、まあ、書いてればいい。もっと言うと、書いてるっぽかったらいいんですよね。書いてるっぽかったらいいんで、いやいやと、俺ちゃんと書きましたよと。
自分で書いたりとか、まあ親、まあ弟が書いたとしても、いや書きましたと、書いたんだけど、やっぱり教科書あった方が見やすいと、書いてたらいいんですよねっていうふうに、まあ主張できるわけなんです。なので、いや正直この模写の写経の勉強意味がないんですよ。意味がないけど、先生この勉強は意味がないんでやめますと、俺は教科書をコピーして貼りますと、これは正しいんですけど、学校の先生からしたらムカつくんで怒られて、もう何も意味のない非生産的な時間が流れると。だったら書きましたと、書いたんです、自分で書きました、あるいは弟も書いてもらったけど、とにかく書きました。でもそれよりも教科書の活字の方が圧倒的に100億倍見やすいから教科書をコピーして貼ってるんですと主張することで、まあ、自分で、ちょっとね、省エネして書いたりとか、弟に任せてやっても、まあ、コピーしてやったのと、コピーを貼ってるのと同じ効果が得られるというところで、まあまあ、こうやるのがいいかなというところですね。で、もっと言うと、一番いいのは、まあ、この教科書コピーで貼っておいて、知らない単語をブワーッと書くとか、あるいは和訳をきっちりやってるとか、音読の正の字がいっぱいあるとか、で、さらに定期テストでめっちゃいい点取るとか、90点とか取るとかって、やるのが一番いいです。言うならば、これでね、なんか模写とかしてなくて、定期テストでまあ20点、30点だったら、ほら見たことか、ほら点悪いだろうと、模写しろって言われるんですよ。ところが、模写してなくて、あるいは明らかになんかもう弟が書いてるのは明らかになんか行数も少ないとかってなってても、定期テストで100点とか95点とか取ってれば言いようがないんですよね、点がいいからなんですよ。なのでもう一番いいのは点取ることです。はい、もう高得点を連発することが一番いいですね。はい、ということで、模写写経は意味がないですね。もう意味がないと断言します。俺は英検11持ってます、 TOEIC で800も取ってます。で、模写したことは高校以来1回もありません。なんだけど高校卒業してから、まあ、京大に入って、で京大に入ってから1回も模写とかしてないけど、 TOEIC 取ったりとか英検取ったりはしてる。なんでかっていうと、英検だったら単語を覚えることが大事だから、その単語を覚えることにフォーカスしたりだとか、あるいは面接とかだったら自分の受け答えに対して完璧な答案を作っておいて、質問に対して完璧な答案を作っておいて、きっちり覚えておいて、それをだらだら喋るっていう、もう全部テンプレを作ってるからとかみたいな感じで、本当に必要な勉強に時間を使うべきなんですね。なので模写とか写経は意味がない、もうやめよう、そんなことやっても何もならないぞ、兄弟も受からないですよ。だから模写写経をやるぐらいだったらコピーを貼ったりとか、まあ親とか兄弟とかに手伝ってもらったり、自分でやるんだったら、ちょっとね、行数を少なくして省エネしたりとかして、でまあ教科書コピーになんとかつなげて高得点を取って、ほら大丈夫でしょうと、俺点数取ってるから文句言わないでくださいねっていう風に主張しましょうというところでした。ぜひまあ模写写経しないでください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。